県選挙管理委員会は今回の県知事選挙の実施のために全体で25億3207万円の予算を計上しています。このうち22億4678万円は投票所や開票所を設置するために体育館などを借りる費用や投票所で働く人の人件費などとして県内63の市町村で使われます。このほか県が使う2億8529万円は政見放送の経費や選挙運動用のポスターなど候補者の選挙運動のために使われたり不在者投票のための費用に充てられたりします。知事選挙にかかる費用は私たちが納めている税金が使われます。この25億円は有権者一人一人が考え意思表示をするために必要な民主主義のコストと言えます。